ボビンは必ず本機専用ボビンを使います。他のボビンを使用すると怪我や故障の原因となります。ミシン本体の上蓋を上に開け、本機専用ボビンの溝と下糸巻き軸バネの位置を合わせてボビンを軸に差し込み、右側に押します。糸立て棒の糸駒押さえを抜き、下糸用の糸駒を下側から手前に糸が出る向きで差し込み、糸駒押さえをいっぱいに差し込みます。糸駒押さえには大中小の3種類がありますので、糸駒の直径より大きいものを使用してください。あや巻きを使用するときは糸駒押さえの小を糸駒から少し離してセットします。糸駒を右手で押さえながら、左手で糸案内カバーの後ろから糸案内板の下を通して上に上げ、糸を右に引きます。下糸巻き案内凸部の向こう側から糸を通し、皿の間は左回りに糸をかけます。ボビンに時計回りで 4,5 回巻きつけ、ボビン受け座のガイド溝に引っ掛けて右に引くと余分な糸が切れます。スピードコントロールレバーを速くにして、スタートストップスイッチを1回押すと下糸巻きがスタートします。巻き終わるとボビンの回転がゆっくりになりますので、スタートストップスイッチを1回押してミシンを止め、巻き終わりの糸をハサミで切ります。下糸巻き軸を左に戻して、ボビンを軸から外し、スピードコントロールレバーを元の位置に戻します。